はいどうも、さかねダブルス日記です。よろしくお願いします。で、えー、今回はですね、あのー、前回、えー、あげた通り、あのー、ボレーとスマッシュ、ナイスショット編っていう風に、えー、ちょっとやってるんですけども、あのー、まあ、YouTube で上げているものもありますし、YouTube で上がっていない動画もありますので、ま、ぜひね、まあ、あの、箸休めと思って、えー ちょっと見てください。で、えー、まあ、ボレーに関してはですね、自分が一番好きなショットになるのであのすごくマニアックなショットも、えー 多々あるんですけども、結構僕の得意なのは、本当に角度をついたボールですね。まあ、フォアだったアングル系ですね。バックアングル系が、えー、結構自分の中ではすごく好きなショットになります。で、まあ、これを見てね、ああ、こんなショット、俺も落ちたいな、私も落ちたいな、っていうのであれば、まあ、一つ参考までにと思って動画を流させていただきます。まあ、かなり短い動画になりますけどね、えー、よろしくお願いします。そしたら、本編スタート はい。そしたらね、本編スタートします。今これ組んでもらっているのが、ぬいさんぽさんです。ぬいさんぽさんとはね、去年結構組ましてもらったんです。かなり組みやすかったです。でこれはね、山本さんと組ましてもらった試合です。ハーフボレー結構僕、結構好きですね。自分の中でね。で、まあ本当に得意な、好きなショットって言ったら、ボレーとスマッシュがかなり好きです。 ね、この相手はですね、ウコンさんです。ミックスなんですよ。スマッシュこんな気打っても帰ってくる。さすがですよね。結構プレイスタイルとしてもですね、テニスコーチとしても結構憧れの存在です。最後は決めさせていただきました。これまた、ぬいさんぽさんとの試合ですね。あの、動画に上がってると思うんですけど、結構 YouTube ではね、結構あの、再生されてた試合ですね。これは、えー、高校生との練習動画です。えー、一応ですね、西宮公園の 正式なコーチとしてやってますね福田健二くんです中高とねずっとダブルスを組んでたのでそれ大人になって久しぶりに組んだ時の動画ですねこれは練習動画ですねこれはまあ何かっていうとバックのハイボレーですね結構ねあの難しいとは思うんですけど基本的イメージとしては弾くような感覚かな打ってる感覚はね までも本当にね、アングルめちゃめちゃ好きで、角度を取るボールですね。本当にひたすら試合やってても、ボレーするときそこしか基本考えてないんじゃないかっていうぐらい打ちます。まあストレートとね、えー、併用しながら相手に悟られないように打ってるようなイメージです。ね、これはごめんごめん言いながら最終的に決めちゃったボレー動画ですね。ね、これはですね、中橋さんと熊市で YouTube でも上がった動画、上げました動画です。これはフォアのね、アングルショット。 これ得意です結構好きなんですねでこれはパワープレイなんですけども結構個人的には好きな動画です最後ね福田健二くんとの試合ですスマッシュドンご視聴ありがとうございました